では、こちらで発表させていただきます。本日発表します論文のタイトルは Inference Time Intervention Eliciting Truthful Answers from a Language Model という論文を読ませてもらいます。よろしくお願いします。本日のアウトラインとしてはこういった形になっております。で、まずは初始情報から簡単に述べていくんですけれども、タイトルは先ほど述べたように、Inference Time Intervention Eliciting Truthful Answer from a Language Model ってところで、まあ、言語モデルから、まあなんか、言語モデル内部から正しいアンサー、回答を抽出するための介入ってことに対するテーマとなった論文になっております。で、出典としましては、ニューリプスの2023で、去年の12月ぐらいに、カンファレンスがあったもので、スポットライトを受賞しております。で、著者はケネス・リーラーってところで、オセロの介入に関する論文を以前に、ライクリア2023のオーラルだったんですけど、それを読んだんですけども、その著者の方で、非常に面白い研究をされているなと個人的には思っており、本日も取り上げました。で、選んだ理由としましては、こういった介入に関する研究を結構比較的読んでるんですけども、まあ、分単位での推論介入っていうのは、なかなか甘く、うまくいかない。内部を操作して、分単位でいい生成を行うってことは、なかなかうまくいかないってところが多かったので、まあ、そういったところにうまく成功していたっていう例だったりで、本日こちらを取り上げさせていただきます。では、概要を述べていきます。言語モデルにおいて、モデルの内部には知識を持っているけれども、それを再、えーと、言うと、えーと、そのまま生成させるような標準的な方法では引き出せない場合があるということがよく知られております。今回の研究においては、ここのギャップを埋めるために、実際に関連する、モデル中のヘッド、アテンションヘッドと、実際に関連するそのヘッドの、方向を特定し、推論中にこちらの方向へと、内部の、活性化状態を実性を高める方向へと介入を行う推論時介入という手法を提案しております。今回は Truthful QA と言われるような、まあ、人間が誤りがちな QA、についての検証を行っているんですけども、実際にアルパカと言われるようなラマの、親戚みたいなモデルでは、この手法により出力の事実性が32.5%から65.1%で向上するなどを介入することで有効性が確認できました。で、今回の Truthful QA の例の、結果だけではなく、今回の、ITI を他の分布が異なるようなデータセットにおいても、一定性能の向上が見られ、実践に関する性能の向上というものが確認されました。こちらが概要となっております。では、そして論文の内容に移っていこうと思います。まずは背景です。皆さんご存知の方も非常に多いかと思うんですけども、近年問題になっているのが言語モデルにおけるハルシネーションというところになっております。ハルシネーションというのはですね、モデルが実際には生成した結果、実際には正しく見えるんですけども、実世界と比較して、まあ、本当にこれって合ってるのってことを見ていくと、全く事実とは異なるような事柄について言及してしまうような現象になっております。今回は論文中の図を持ってきたんですけども、実際に右の赤いモデルと赤のラマと左の青のラマ、そのものを生成を比べていくと、まあ、赤のモデルがハルシネーションと言われるような、なんとなく事実とは異なるような生成を行ってしまうということが見られます。こちらの例を挙げてみますと、まあ、中世において学者たちは地球の形どう思っていましたかっていうところで、の質問を投げたときに、いや、平面だと考えていましたと、というこのような、まあ、これ極めて、歴史上のなんか誤りやすい知識としても挙げられることがあるんですが、そういったようなことに対しての生成を行ってしまうことが見られております。まあ、このようなハルシネーションというのはですね、まあ、一定避けられないものではありつつも、まあ、どうしても実運用上であったりで、まあ、問題になってしまうというところで、最近ね、非常に多くの取り組みがなされている分野になっています。で、この言語モデルの生成について、まあ、本当に間違ってる、生成してしまってるんですけど、まあ、これを実際本当にモデルってどう思ってるの？自分が確信持って間違ったことを言ってるのか、まあ、それとも、いや、これ実は間違ってるんだよなって思いながら生成しているのか、っていうのも研究がなかなかされております。で、これそこでの論文のタイトルをそのまま持ってきたんですけど、Language Models Mostly Know What They Know ってところで、まあ、なんか知ってることについて実際にモデルは意外と知ってるよってことが、最近分かってきております。この論文においては、モデルの出力について、まあ、出力ある質問に対して答えと生成させた場合に、まあ、その性能の質問について妥当性ってものが、
自分でその生成したモデルで評価させた場合に、こちらのグラフのような形になっていて、まあ、正しいコレクトのサンプルにおいては、割と確信を持って、いや、これ合ってるよねってところでの生成を行っているんですけども、まあ、間違ってる回答に関しては、いや、これ実は正解じゃないかもしれないなといったような回答を生成しているような分布、回答に生成している場合が多く、まあ、このようなような、ある意味で分布が差ができていて、まあ、正しい回答を出力した場合と、誤った回答を出力した場合、一定区別ができているってことが、知られてきております。こういったことから、まあ、モデルはなんか間違ったことを言ってしまってるんですが、実際には実際よりは、モデル内部においては、実世界の正誤を含むような多くの知識についての能力を内部的には持つことができているということが、指摘されております。まあ、こうした背景を持ちまして、問題意識としましては、まあ、やっぱりなんかこのモデルの内部の事実性に関する知識について、未だ不明な点が存在していて、まあ、実際このモデル内部の能力はどうやったら、うまく発揮させることができるのかってところのテーマになっております。まあ、このような方法として、まあ、コットとかもいわゆるこういったような、文脈での手法なのかと思うんですけども、まあ、本論文においては、モデルのそれぞれのアテンションヘッドへの活性化介入を通じて、モデル内部での、値を操作することで、モデルの事実性を高めるような生成が可能かってことを検証しております。ここで活性化介入というのは、モデル内部での、その値、活性化状態の値であったり、まあ、その埋め込みの値ですね、を、もう何らかの操作を加えた上で出力を行うような介入となっております。じゃあ実際にこの活性介入ってどうやってやっていくね、そもそもどこを介入するねってところを決めていくってところについての方法について述べていきます。で、まず今回の論文のにおいては、まあ、大体2段階ぐらいに分かれていて、手法について2段階分かれていて、まあ、それぞれのアテンションヘッドの中で訓練しているところがどこかってところを捉えるっていうのが1段階目の方法になっています。なので、どこを操作したらいいかってところの当たりをつけるというようなところが今回の、学校になっています。で、その手法についてはプロービングというものを使っております。で、プロービングについては、こういったような図で見ると分かりやすいかと思って追加したんですけども、言語モデルから、まあ、何らかのものが層に入力を与えた場合に、まあ、埋め込み表現というものが獲得できますと。で、この埋め込み表現は、まあ、ある種、そのモデルによっての内部状態に当たるんですけども、まあ、この状態の中に目的とするタスクのようなものが、どの程度、包含されているか、どの程度モデルが内部で獲得できているかというところを、このような埋め込み表現から簡単な線形分類器、プローブを訓練することで、まあ、そのある意味埋め込み表現からかん、二次分類を訓練することで、埋め込み表現の中にどれぐらいその、目的するタスクに関する情報が埋め込まれているかということを検証する方法になっております。こういったものは、内部での埋め込み表現がどのような、どれぐらい情報を持てているかってところでの、よく使われる手法になっております。で、今研究においては、まあ、前層、すべての、ランゲージも、トランスフォーマーベースのモデルを使うんですけども、すべてのモデルのアテンションヘッドごとに、入力質問回答の、も、えーと、入力して、その出力を、質問回答の最後のトークンのから得られる入力を与えて、まあ、そこで得られる埋め込み表現から、その質問と回答が、まあ、正しいか、偽かっていうところの分類器を訓練したときに、まあ、その埋め込み表現から、真偽というものがどの程度、分類できるか、分類する精度を保てているかということを検証しています。ですので、今回の研究では埋め込みがどの程度その事実性に関して、真偽の正しさについての情報を持てているか、そいつらのヘッドがどれぐらい持てているかってところを分析します。で、こうすることによって、そのヘッドのそれぞれによって、このヘッドは、何らかの真偽に関しての情報が持てている、いや、ここはそうでもないねってところがどんどん分かっていくというような状態になっています。で、今回の先ほどの方向によって、事実性に寄与するような上位のヘッドが分かってくるんですけども、今回のそれに対しての介入を行うというのが、今回の提案手法になっております。図としてはこのような形になっていて、まあ、トランスフォー、えーと、トークンが何らかの状態から、あ、えーと、もう次の状態に当たるときに、まあ、ヘッドを複数のマルチヘッドのアトランション、マルチヘッドでの通過をしていくと思うんですけども、まあ、今回においては、特に、H0 のような、あまり特に寄与しない、ヘッドに関してはそのまま。一方で H1 の事実性に寄与するようなヘッドの上位のヘッドに対しては、まあ、何らかの事実性を高める方向、論文中では V としてるんですけども、この方向へとモデル全体の、
活性化状態を変化させてあげることで、まあ、その、なんていうか、活性化状態、そこから得られる活性化をより高めた方向への内部状態へと移行させていくっていうところになってます。で、それぞれの自律性を高める方向への介入方向を、それぞれの上位のヘッド数件においてあることで、まあ、モデル全体としての出力の自律性が強化されるっていうことを目指しております。で、まあ、こちらについても変数が何個かあると思っていて、まあ、介入を行うケット数、上位のケット数傾向と、まあ、それを介入をどれぐらいするか、で、アルファみたいなものを、方向に対してあるんですけども、こうしたものを変化させることで、まあ、そのような複数の変数の条件下においても、性能が、実性が向上するかというところを見ております。で、その重い、介入の方向について、方向って何やねんみたいな話になると思うんですけど、今回の論文中では2つの方向について検証してます。で、1つ目がプローブ重み方向ってところで、まあ、先ほどのプロービングの段階で、各アテンションヘッドについて、線形プローブ訓練してたんですけども、そのプローブの重みベクトル方向、そうすれ、その分、重みベクトル方向に介入するというところで使用しております。なので、今回の方向、こっちのプローブ重み方向の方向では、まあ、プローブが識別したような、まあ、こっちに行ったら真実っぽいよね、みたいな方向に対して活性化をシフトさせるというような思考になっております。で、違う方法も試していて、質量平均シフトっていう形になってるんですけども、まあ、今回の質量平均シフトにおいては、真なサンプルと偽なサンプルがあった場合に、活性化の平均の大体こんなベクトルを計算して、その差、まあ、真実の分布は、偽の偽のサンプルからはここら辺にあるけど、まあ、真実のサンプルはこの辺にあるよねっていったような方向っていうものを、サンプルの平均化、活性化の平均ベクトルをつくことで介入方向としております。で、こっちの方向では、まあ、プローブというよりかは、まあ、サンプルが全体的な埋め込みとしてどちらの方向に行くかってところから、まあ、その、真実、事実性に寄与するような、ヘッドでの活性化をシフトさせていくというような方法になっております。こういったものが、介入方法の全容となっておりまして、まあ、こういったことが実際に、どのようにうまくいくかということを検証しております。で、そこからは、ここから実験設定、実際にどのようにうまくいったか、どのようにやったかというところの説明に移っていくんですが、その前に設定について述べていきます。データセットとしては、トゥルースフル QA というようなデータを使っております。こちら先ほども一例ありましたが、先ほどの地球は平面かみたいなものが、実際にトゥルースフル QA のような一節になっておりまして、まあ、このような人間がなんかどうしても間違いがちな観念に関する QA データセットになっております。で、こっちは間違いがちな QA データセットなので、まあ、結構珍しいことに、データセット中に質問に対して、この回答は正しいよっていうのと、まあ、この回答実は間違いなんだよねっていうような、真となる回答と偽となる回答を含むようなデータセットになっております。で、今回の実験においては、まあ、主には介入の学習において全体の5%のデータを使って、評価においては、その5%にはない全体の5%のデータを使う。まあ、合わせて、まあ、最初10%ぐらいのデータを使って検証するっていうことになっております。モデルはラマの 7B を使っております。で、加えてアルパカとビクーナと言われるような、まあ、ラマに対してインストラクションチューニングを追加で施したようなモデルも、検証しております。で、今回トゥルースフル QA について評価していくんですけども、評価項目についても若干補足できればと思います。で、なんか、若干これからの図にもあるんですけども、true かけるインフォーマティブっていうようなものが、まあ、主な評価指標になっていて、これは言葉の通りではあるんですけども、事実かつ情報量があるっていうような回答を生成した割合を評価しています。なんで、これインフォーマティブで言うと、この辺については何もコメントできませんみたいなような、ノーコメントですみたいな回答は、まあ、多くの場合、true なんですけども、何に言われても、まあ、それは正しいんですけども、まあ、情報量がないよね。そこで、true かけるインフォーマティブでは、対象外と言われるような分類をされます。で、true インフォーマティブなんで、まあ、事実かつ、まあ、それって本当に結構情報量のあるような、まあ、理想的な回答の一種類と言われるような回答を生成した割合を計測しております。で、マルチョイスアクュラシーっていうのも一部出てくるんですけども、まあ、こちらは、まあ、それぞれ先ほど述べたように真となる回答と偽となる回答があるので、まあ、それぞれの多子選択肢を比較、誘導比較したときに、まあ、最もパークリティが高い、最も妥当だと考えて、モデルが考えているようなものを真とした、が実際に真だったかというような割合になっています。
で、あと、クロスエントロピーと KL ダイバーシスの一部、延期されているんですけども、まあ、こちらは、まあ、モデルのクロスエントロピーが介入の前後でどれぐらいその生成に対して変わっているかってところでの、まあ、なんか不思議な動きをしているよねってところの変化に、補足するための指標になっております。では、早速結果の方に移れればと思います。はい。では、ここからまずは、プロービングの結果になるんですけども、まあ、実際にそれぞれの訓練されたプローブについて、それぞれの層の位置を縦ごとにで、まあ、ヘッドの数。まあ、良かったものから順に左に並べていったのが渦になって、この図になっております。で、結構興味深いことに、まあ、多くのヘッド、まあ、特に前半層とかではですね、まあ、多くのプローブの精度は50何パーセントぐらいにとどまっていて、まあ、日分類なので、まあ、ランダムにやったら50%だよねってところなんですけども、まあ、ほぼランダムと変わらないような、あまり事実性に対しての情報をエンコーディングできてないような情報になってくるんですけども、まあ、一部のこれ14層であったり16層であったりの、まあ、この濃くなっている点に関しては、まあ、80%とか85%以上の性能を示しているということになっております。なので、中間、この14とか16とかの中間層においては、まあ、いくつかの、ヘッドにおいては、埋め込みにおいて事実性に対する情報がエンコーディングされているってことがわかります。なので事実性を一定捉えていることがわかります。で、このような、紺色となっているような、まあ、上位の、寄与度が高そうなアテンションヘッドに対して介入を実施していくっていうか、今回になっております。はい。では、介入実際に行ったらどうなったかってところになっていきます。で、この今回、ラナワの 7B モデルを入れて、介入を行うヘッド数を縦にして、まあ、介入のアルファ、強さをアルファをごとにプロットしたのが、この図になっております。で、この一番大きなのは true×informative ってところで、まあ、これが高ければ情報量がある、正しいような文章が生成してできたという割合なんですけども、まあ、実際ベースラインと比較して、ベースラインは30.5なんですけども、まあ、それよりも高い確率で、意味のあるような回答を生成できているということが見えるかと思います。で、true と MC アクティラシーでも、まあ今回は、まあ介入をより多くの層、より強くの層にしていくほど強くなっているんですけども、まあ出しすぎるとちょっと問題があるってところが見えていて、まあ true かけインフォーマティブだと、まあある程度バランスを取ったような設定をしてあげることで、情報量を、あるような回答を促すことができるということを示されております。で、Lama7B、他の生7B 以外ではどうなったかってと、この結果がこうなっております。すみません。こういったところで、まあ、生7B はもともと true informative 30.5なんですけども、30.5%ぐらいの、正答率、true informative だったんですけども、他の設定でも向上させることはできていて、まあ、スーパーバイズファイチューニングとかだと36.1%ぐらいだったんですけども、まあ、今回の手法を用いることで、まあ、43.5であったり、フューショットの設定においても、まあ、やや、ストを効果を確認することができているところになっております。で、これ、スーパーファイズのチューニングは、まあ、同量のデータ、全データの5%での訓練をしているんですけども、まあ、同量のデータでは SFT よりもいい結果が得られたところが、示されているかと思います。で、テーブル2の方は、これは、インストラクションチューニング後のモデルですね。まあ、掛け合わせみたいなことも可能なのかってところなんですけども、まあ、アルパカであったり、ビクーナであるような、まあ、代表的なラマの後継、ラマの、派生モデルにおいても、まあ、トゥルーインフォのレートがどんどん上がっているということが見られております。なので、まあ、インストラクションチューニング、まあ、プラスに掛け合わせて ITI をすることで、より事実性を高める方向へと、学習を促すことができるということが、学習、推論を促すことができるということが示されております。で、ここまで、介入方向について、まあ、なんとなく介入したら良くなったよね、こうなったんですけども、まあ、実際どういう方向に学習していったら、介入するといいのかってところについても、いくつか複数で検証しております。で、ベースラインは30.5%で、まあ、これプラスで ITI をすることで性能がどの程度上がったかということをプロットしてるんですけども、もちろんランダムな方向性だと、まああんまり上がらないんですけども、プローブの方向と、平均のシフト量に対しての介入を行うことで、まあそれなりに良くなっているってことはわかります。で、まあどっちがいいのかっていうところを見ていくと、まあやっぱり平均、質量を平均シフトの方が8%ぐらい、でも回っているように、
まあ、水平均法規格がより良好な結果を示しているということがわかるかと思います。まあ、ここに関しては、厳密には、考察は述べられていなかったんですけど、やっぱプローブで言うと、どうしても、分類を最適化する方向に行くので、なんというか、短期、より広範というか、狭いような実践に対する分類をなせば、プローブの精度自体は上がってしまうので、まあそういったところでの悪、の、なんていうか、リークというか、まあなんか簡単なところに陥っちゃったみたいなところが、今回の結果に幸せているのかと思います。なので、質量平均シフトのような、広範な真実性に関する情報の方が、今回の介入では効果的だったのかもなというふうに思います。で、プラスで今回は残りのところは考察になっていくんですけれども、まあ、他のデータセットでも検証していて、推論時介入の有効性というものが確認できております。で、今回は Truthful QA での学習した後に分布の異なる他のデータセットに対しての追加実験を実施していて、Lama7B に関して、ITI をした後にしながら他のデータセットでの性能をプロットしています。すると、まあ、性能幅は、Truthful QA に比べると小さいんですけども、ナチュラルケーション、トリビア QA、MMLU のような他のデータセットにおいても、まあ、性能が向上しているということが見られます。なので、他の事実性が必要なデータセットでも一貫して有益な役割を担った可能性が考えられるというふうに述べられています。はい。では、で、次の考察については、実際に、まあ、この設定って妥当なんだっけみたいなところで、まあ、その、セットをずらした時での性能みたいなものをプラットしております。で、A の方、この渦の A の方は、訓練データセットの数を変更した場合に、どのようなぐらい、違いが見られたかっていうところになってきます。で、データセットに関しては、まあ、5%がここだと思うんですけども、まあ、トレインするデータセットをどんどん増やしていったところで、トゥルーインフォ自体の、高さの性能自体はそこまで変わらないってことが、まあ、比較的少量で性能についてはプラトンになるというふうに述べられています。なので、まあ、なんというか、データセットそこまでなくても、いっぱいあっても大体情報、その ITI 自体の性能は一緒ぐらいだよね、みたいなところが示されています。で、B の方では、介入する強さ、どれぐらい、がっつり介入するか、みたいなところでの、性能の変化を、横軸として、まあ、正答率であったりを、縦軸として、プロットした図になっております。これ見ていくと、まあ、どんどん上げていけば上げていくほど、この赤線の I have no comment というのような、まあ、正しいけど情報ない、みたいな生成を促しているってことが見えるかというふうに思います。まあ、一方で true に関して、まあ、合ってる。それは自体は合ってるというような介入も、情報も、増えているってところで、まあ、真実性、実質性が向上するとともに、まあ、回答の情報量の増加ってところが ITI では強い介入では見られているところで、トレードオフが存在しているというふうに述べております。なので、バランス取ったような設定での推論が効果的だよね、というような、メッセージかと思います。はい。で、最後に介入するヘッドの決め方について、まあ、これでいいのかみたいなところについても補足していて、他の設定、他の介入するヘッドの決め方を行った場合の設定とかと比較してます。で、まず比較しているのが、すべてのヘッドに介入する場合、事実性が寄与するものも寄与しないものも、まあ、それなりに方向を全部介入しようぜっていうような方向だったんですけども、まあ、これだと、トゥルーインフォ自体のは成功率は、まあ、ヘッドワイズ、今回の設定よりも劣っているってことが分かります。で、加えて、まあ、プローブが重みの絶対値、つまり、こっちの方向に、投げた方が分かりやすいよみたいなところを基準にどんどんポイントワイズで介入していくっていうところをやった場合と比較してみると、まあ、同じような操作パラメータ数で比較しても、今回のポイントワイズのものよりもヘッドレベルでのヘッドごとの介入で行った方が精度が高いということが知られております。なので、ヘッドごとに介入するような、ある種、いろいろな層ごとに介入するスパースな介入というものが有益だった可能性というものについても述べられております。内容としてはすいません。以上になります。で、最後にまとめでもう一度振り返ります。言語モデルにおいては、モデルの内部には知識持ってるんですが、それをなんか表示的な手法では引き出せない場合があるということが知られております。このギャップを埋めるために実質性に関連するヘッドと、その実質性に対する方向というものを特定し、推論中に実質性を高める方向への介入を行う推論時介入を提案しました。で、スルスル QA の、
トゥルスフル QA の検証において、アルパカでは、自律性が向上するなど、まあ、介入の有効性が広く確認できました。で、関連する分布の異なるデータセットでも、性能の向上が確認できたということが、この論文の内容になります。すみません、最後に感想をちょっと書いてました。で、ヘッドごとの介入っていうのは結構いいアイディアな、なんというか、スパースに介入して、モデルアンサンブルみたいな感じで、どの層でもまんべんなくうまくいって、良くなるみたいな感じで、まあ、直感的にうまくいきそうだなというふうに思って、いいアイデアなと思ったんですけども、まあ、それで、なんでヘッドごとにプローブの精度含めて違いが出るのかっていうのの謎は、まあ、深まるなというふうに思いました。で、層ごとの分布見ると、14層、16層がなんか青いって話もしたんですけども、結構中間層レベルの関連みたいなものが、事実性として対して強いってことが、ちょっと少し暗に見えるのかなというふうに思います。一方でなんか、日本語と英語とかの言語間の違いであったり、まあ、表層的な文字の違いみたいなものが、まあ、モデルの序盤で結構反応するみたいな話があるんですが、まあ、こういった話とは対照的なのかもな、というふうに思いました。なんで、まあ、こういった内容だと、言語的な内容だとヘッドごとに学習する内容が結構違くて、まあ、層ごとのプローブ、他のプローブだとあんまり中間層みたいなものがピックアップされないっていうようなことがあるのかもしれないな、というふうに思いました。で、あとはライティングが結構綺麗、考察がいいこと、綺麗に気になることをどんどん書いてて、すっごい良かったなというふうに思いました。内容以上になります。すいません。長かったですが、以上ありがとうございました。ハッ発ピー、あ表。りがとうございます。沖村くん、お久しぶりです。お元久気しでぶすりか？です。すごい面無白い事、発やって表まで、す。よかったです。僕自身もなんかリトリーバルヘッドみたいなのを今、特定する研究とかしてて、なんか、コンテキスト与えられた時に、ちゃんと情報を参照して答えられるかみたいなところをやっていて、結構今回の発表面白く聞いてました。で、気になる、その論文中で触れられてるかっていう確認をしたいんですが、これだいぶそのプルービングして最初の方でそのなんかヒートマップみたいなところをしてるところがあると思うんですけど、だいぶなんかちゃんと答えるのに効きそうなヘッドみたいなのが分布してるな。僕のリトリーバルヘッドだとこれがもう1%しかないみたいなああ、そうなんですね。感じなんですけど、これだけなんか効くヘッドがあるのになんでなんか間違った回答っていうか、介入しないといい答えにならないみたいなのってなんか考察されたりするんですかね。だいぶなんか力としては持ってる気がするのになんで発揮できないのかなっていうのが気になってる感じなんですけど。そうですね。不思議ですね。なんか、あんまり。多分論文についてはそこのあたりの、なんかこれが実際に事実性なのかみたいな議論は結構避けている印象があって、多分、なんていうか、まあ実際に介入したらうまくいったよね。まあだから、まあこれがもしかしたらうまくいったかもね、みたいなところの、まあ示すのが結構論文の大きな流れみたいになっている気がします。なんでこれが実際原理的にどうやってうまくいってないかみたいなところにまでは踏み込めてない印象ですね。そうですね。あとは、まあ、ラグと比べると、まあ、プロビングって二次分類なんで、結構そういう値は出やすいよなっていうのは思いつつ、まあ、デッドしてる、デッドというか、まあ、ほぼランダムなニューロンも、まあ、結構ドミナントというか、確かに。まあ、多いっちゃ多いので、まあ、そういうのでノイズが、まあ、全体的にはうまくいってるけど、まあ、実勢だけ見ると、もっと改善はよくできるっていうところはあるのかもしれないなというふうに思いました。ありがとうございます。他にご質問がある方お願いします。
一つ質問いいですか。スキルですが、ありがとうございます。ございます。はい、ですね、私のその言語モデルというか、そう、こういうラージモデルとか、ファンデーションモデルとか、理解っていうのは、こういうモデルってのは、その表面的に、その、文章、あるいはその間の関係だけは勉強できてるけど、深くはあまり理解できてないんだみたいな。そういう理解だったんですけど、今回お話の内容っていうのは、いや、意外に理解してんだという、そういうことが、やっぱり実は分かってきてるんだよという、そういうことを意味してるんでしょうかと。結構、そうですね。ありがとう、ご質問ありがとうございます。多分そう、多分、著者の方もそう思ってるんじゃないかなというふうに思います。で、そうですね。おっしゃっていただいたような、なんていうか、まあ、言語モデリング解くだけで、本当に解ける、何か分かってんのみたいなところは、まあ、すごく今、議論されている。まあ、それに向けて研究されている分野だと思っていて、まあ、そういう意味では、モデルが内部で何か持ってるってところから、モデルって本当に分かってるんだっけってところが検証するってことが非常にこのプロービングの大きなテーマの一つかなというふうに思ってます。なんで実は文構造について分かってるんだよとか、まあ、この、例えば they とかが動詞で、do は名詞で、動詞でみたいなのは、文構造についてのなんか捉えているんだよねみたいなところは、結構プロービングから分かる研究だと思う、分かる事象だと思っていて、やっぱりその中の一段階として自律性のような、まあ、極めてなんか間違いやすい事象についても、なんとなくモデルの内部で持てていて、まあ、それをどうやってうまく活かしていくかってところが、テーマだっていうところが、この論文の主旨だなというところでおっしゃっていただいている通りかなというふうに思いました。あ、わかりました。ありがとうございます。そういうこともですね。あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。他にご質問がある方はお願いします。あ、ですみません。ありがとうございます。データセット中に、なんか、I have no idea みたいな、なんかそういう、わからない的な回答ってどれくらい含まれてるみたいなのって あるんでしょうかっていうのは。ありがとうございます。そうですね。それについては、ここに実はプロットしてあるって、ちょっと、説明都合上で省ってしまったんですけど、まあ、データセット中には6.85%ぐらい、I have no comment っていうようなものが存在するって形になっています。なんで、まあ、インターベーションの設定が弱いと、まあ、大体それぐらいの設定なんですけども、まあ、10、なんかアルファ10を超えて、どんどん強くしていくと、まあ、それよりも多くのようなケースで、そのような I have no comment のような情報量ないような設定をして、生成をしてしまっているっていうところになってますね。ああ、わかります。なんか、それもさっきの日文の精度が出やすいみたいなことになってる。なるほど。そうですね。なるほど。そこだけ分かれば、スコア上がるやん、みたいな話ですよね。そうですね。結構、それは、割と、ツルスクール QA 自体はすごくドメインが広いデータセットになっておりまして、まあ、それの、I have no comment だけでは回答できないような、先ほどの、フラットか、球体化みたいな感じの質問も、まあ多分に含まれてはいるので、まあ結構80%というのは、そういったような、なんていうか分かりにくい質問にも一定分類できているような、そこのまでのは結構見える数字なのかなというふうに、個人的には思いますね。わかりました。はい。ありがとうございます。すみません。おついいですか。お願いいたします。ありがとうございます。ちょっとこの介入するときを介入してなんか欠点がありますか。最後のところはなんか、トレードオフ、これを介入にすると、情報量が低下するっていう、他何かありますか？すみません、もう一度おっしゃっていただいてもよろしいですか。少し聞き取りにくいなくて。介入するときと介入しないときは、なんか介入する場合は、どんな、なんか、デメリットがありますでしょうか？
なるほど。そうです。ご質問ありがとうございます。そうですね。介入する場合、そうですね。やっぱり介入しない場合のデメリット。そうですね。介入する場合に基本的には何らかの方向に対して、事実性のようなものを捉えたような方向性と誘導するってところは効果があるかと思います。まあ一方でそれを強めすぎてしまうと問題だよねってところが、このトレードオフのところでの、申したかったことで、実際に、なんとなくその方向には行っていくんですけど、まあ少し面白みのなくなるというか、何も言わなくなるような方向にあまり強くしてしまうと言ってしまうよねってところがこちらのになります。なので、なんていうか、なんかめっちゃ真面目すぎる人と話すとあまり面白みがなくなっちゃうみたいな。なんで適度に真面目で適当に面白いぐらいがちょうどいいみたいな形で、なんていうか、大体そこまで、介入するけど、まあそこまでの強さはしないような方向への介入ってことが有益だよねってところは、今回の、内容なのかなというふうに思いました。お答えになってますかね。はい、結構なっていると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問はありますか？浮村さん、発表ありがとうございました。ありがとうございました。